夕暮れのフェワコペワコは、ネパールポからシナイ側にある湖。南北に長くなっているが、北部が幅があり、下流側のダムのある南部が細くなっている。ネパールを代表する観光地、リゾート地の一つ。ポカラは、ヒマラヤに橋を発する渓谷の緑豊かな盆地に位置し、標高は約800メートルで、カトマンズよりも温暖で、バナナの木も生えている。ペワコは、 ポカラの中心部より西側に位置し、湖畔はレイクサイドと呼ばれ、多くのホテル、店舗が住宅と同居しており、湖畔道路沿いは観光客が集中しにぎやかである。ダムサイドにはネパールツーリウムボードという建物があり、観光案内所、イミグレーションオフィス、アンナプルナ自然保護地域プロジェクトなどが入っている。ダムサイドからレイクサイドへ向かい道路には大木があり、 超たらとなっており、露天商がたむろする場所があり、サヒドチョークと呼ばれ、付近には政府のオフィスが並ぶ。北へ徒歩5分の距離あたりには郵便局がある。レイクサイドを北上車道がなくなるあたりから、ツーリスト向けの店舗がなくなり、田畑や水牛が草をはむ、のどかな景色に変わる。湖畔からはサランコットへの登山道が伸びている。湖畔には、 数多いレストランのほか何箇所か、レンタルボートがあり、絶え間なく、ボートが発着する光景が日が暮れるまで見られる。古城から見るアンナプルナ連邦は、特に美しい。湖面は、夕暮れ時には絶妙な色合いに染まる。ポカラは、ヒマラヤ登山の拠点になっているため、常に賑やかであるが、湖畔でのんびりする観光客、登山客のほか地元民も暑い日の夕方には涼を。 求めてやってくる。登山者のほか、ホテルに長期滞在する者も,も多く、レンタサイクルや貸しボートなどでゆっくり過ごす観光客も多い。近在には、サランコットの丘、ビングバシニジーン、バタレチャンゴ、グプテシュワールマハーデブ洞窟、タシリンチベット村、チベットとの交易でその昔にぎわっていた、古い街並みのオールドバザール、日本山妙法寺、 各種博物館などが点在する。その他、パラグライダー、エンジン付きグライダーなどのアクティビティがある。ABCDEFGH、地球の歩き方ネパール96-97。ありがとうございます。